YouTube ご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。ジャパンキャンピングカーショー直前特別企画、軽ワックス大特集、イエイ、イエイ、今日一のテンションをください。イエイ、イエイ。さっきまでガチガチだったじゃないですか。もういよいよ迫ってきました、ジャパンキャンピングカーショー2月の1週目なんですけれども、楽しみですね。そうですね。で、今回新作が出るということで、まずちょっと自己紹介からせっかくなんでしていただいてもいいですか。はい、お願いします。はい、はじめまして、 K-WORKS のトレーラー担当をさせていただいております杉浦と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私が K-WORKS の開発の春香と申します。で、自分の方が開発をして、で、杉浦の方がそれを売るっていう形があります。はい、じゃあ2人はこうバディというか、はい、まあ作ったものを売るという、はい、そうですね。でもちょっとせっかくなら開発のなんかこうプロセスというか秘話みたいのもあったら欲しいなと思うんですけど、そんなのあります？台本にないことを。台本にないことです。はい。もう実はこれも作る予定初めはなかったんです。あ、これ？はい。あ、そうなんですか。ただもう社長がちょっとひらめいて、もう急遽作りましょうっていうので、あの特徴に合わせて作りました。そんな秘話があるお車ですけど、これ今ハーレーがね、はい、あの前回の動画で社長がいきなりハーレーで登場するという、はい、あのところから始まったわけですけど、はい、コンセプトとしてはどういうコンセプトになるんですか？そうですね。カーゴトレーラーなんですよ。はい。で、750キロ以下で免許必要ないので、はい。軽免許がいらないタイプ。はい。で、乗せるものは大体約400キロのものが乗せられますので、このハーレーのツーリングタイプのものも乗せられます。まあ、社長、先ほど乗り込んだんですけど、はい、そのまま乗って入れるっていうのがなかなかないと思うんですね。うんうんうん、そうですよね。確かに、ちょっとこの後ろの扉のね、下のところから行きましょうか。ちょっとその辺もお話いいですよ、伺っても。まあ、スロープタイプでして、まあ、こういった大きな重量のあるオートバイでも耐えれる強度を持たしたスロープですので、はい、皆さん結構重いんじゃないかって思う方多いんですけど、はい、結構片手で簡単に上がるぐらい。すごい。女性でも簡単に上がりますので。大丈夫ですか？今右手めちゃめちゃプルプルしてるんですか？ちょっと寒くて。ボケちゃいました。はい。でも、重さはハーレーが乗っても全然大丈夫です、ね。はい、大丈夫です。すごい。で、もう入っていただくと、はい、天井もすごく高いので。カメラさん、ちょっと暗くなってきちゃったけど、はい、いいですか？あ、上がって大丈夫ですか？そうそうそう。で、僕身長が176、7センチあるんですけど、マジです。180ぐらいありそうですね。ありそうです。全然大丈夫です。はい、全然平気。で、基本はこれはこういう、まあ、あの、運ぶ用というか。そうですね。運ぶ用なんですけど、まあ、他の、今のカーゴトレーラーと違うのが、断熱が入ってます。あ、これ断熱入ってます。今、プロトタイプなんで、上に電気がついてないんですけど、はい、電気が最終的に作る。まあ、正式な1号車にはついてる。あ、そうですか。じゃあ、そこまで、寝れない日が続きそうですね。特徴的なのが、8ナンバーします。これ8ナンバーですか？今から8ナンバーに改造します。ギャレつけて、はい、8ナンバーで登録できるようにします。あ、そうですか。車検も2年になりますね。本当は1を8にするってことなんですっけ？そうです。そうですよね。1ナンバーを8ナンバーにするってことですもんね。で、車検が1年から2年から2、3年かかります。そういうことですね。そっかそっか、それはすごいわ。すっきりですよね、外観。そうですね。まだこれは何もしてない状態で、デモ車用にちょっと派手にこんな感じします。あ、あれするんですか、ラッピングというか。そう、ラッピングして派手にします。うん、あ、で、その辺、カラーに関しては、白とシルバーを一応考えています。へぇ、お客さんの要望に合わせて、選んでいただくような形にします。杉浦さん、僕もう一個ちょっと面白いなと思ったのが、はい、この横幅が、はい、結構こうコンパクトですよね。はい、どうです、運転のメリットとかやっぱあります？まあ、実際はその、運転してみたんですけども、すごいコンパクトですので、あのコーナーとかでもすごい曲がりやすいですね。で、後ろも見やすいですので、初めて運転される方でも、まあ、恐怖心なく運転できるかなと思いますね。引っ張る車って、うん、どういう車が多いんですか？やっぱり四駆のイメージありますけど、うん、ある程度の乗用車であればハイエースって引っ張れるんですか？全然問題ない。ハイエースで全然いけるんですか？あ、そうなんだ。あのうちの520クラスでもハイエースベストの問題ないですね。あ、そうですか。あとここ、そうですね、アルコの、あのヨーロッパの軽量車種を使ってますので。これはヨーロッパのやつですね。はい、はい、
ね、強度も持たせつつ軽量化を図ってるモデルになりますね、いや面白いよな、まあ、あとこれに関しては、はい、今ちょっとここが寸法が短いんですけど、はい、これちょっと改良して、はい、ここにエアコンも乗せれるように、あ、ここちょっと伸ばしてここ縮める形で縮めて、はい、で室外機が置けるようにするってことですか、家庭用の 100V のエアコンが中に乗るように、うわ、まあ、どうしてもガレージなんでエアコンつけて保管したいってお客さんもいらっしゃるのかな、はい、確かに、はい、K-WAXさんの車もそうですけど、やっぱりこうもうエアコン細菌とかリチウムとか、うん、そういったところに力を入れてらっしゃるイメージがやっぱ強くありまして、これもまあ違わずちゃんとエアコンをつけられるような、うん、そうです、はい、すごい、まあ、初めはもっとシンプルでガレージって感じだったんですけど、はい、あのお客さんの要望を聞いたりとか社長と話したうちにやっぱりそういう装備があった方がいいなっていうことで改良します。本当5年前と今のこういうトレーラーキャンピングカー事情って全然違いますよね、うん、そうですね、うん、そういうのもすごい面白いなと思いますわ。どうしても電気に対する要望がすごく多いんですよね、うんうんうん、特にうちはそうかもしれないですけど、リチウム先行してやってたんで、はい、その辺のご要望がすごく多い。そうですね、あとタイヤに関しては、あ、タイヤ気になる気になる、お客さんの、タイヤが履けるような形でホイールも考えてます、うん、これが今そのままあの国産のホイールではないんですけど、はいはい、最終的に国産のホイールが履けるようになってますので、あ、そうですか、はい、アルミホイールに変えてお願いします、うん、じゃあ、結局それがなんていうか汎用性の高いものを使ってもらえると僕たちも ね助かりますからね、はい、まあ、万が一なんかタイヤがパンクしたとかいう時でも、うん、まあ、出先でなるべく変えれるような感じ、はいはい、うん、確かにですね、うわ面白い、しかもなんかすごい細かいですけど、なんかこういうとこ好きなんです、このライン、はい、すごいシルエット高いですね、はい、かっこいいっすわ、あー面白いわ、しかもすごい本当しっかりしてるしな、これちなみにあれなんですか、名前とかも決まってるんですか、はい、こちらがトレイルワークスカーゴ、トレイルワークスカーゴ、はい、じゃあ本当にあのトレイルワークスシリーズ、ね、そうですね、カーゴという形で、はい、めっちゃ面白い、来ましたね、はい、面白いっすわ、ということで寒くなってきましたね、はい、トレーナー絶対寒いしカーディガン絶対寒いですよね、はい、ということで、まあ、今回は、トレイルワークスカーゴご紹介しましたけれども、はい、ジャパンキャンピングカーショーにですね、このトレーラーももちろん来るということでございますので、お二人もおそらくジャパンキャンピングカーショーにいらっしゃる、はい、見かけたら声かけて大丈夫ですか、もちろんぜひ、はい、声をかけてください、お伝えに行きますので、はい、その時はよろしくお願いします、はい、であと、ジャパンキャンピングカーショーの会期中ですね、開催中に僕がK-WAXさんの YouTube の生配信にゲストとしてちょっとお邪魔させていただくことになりそうですので、はい、そちらもですね、当日、楽しみにしていただければというふうに思っております。はい、ということで、はい、本日はですね、総合展示場ですね、はい、からお送りしてまいりました。それでは、続いてはまた別の新作の動画になりますので、はい、そちらもですね、見ていきたいと思いますので、次の動画でまたお会いしましょう。最後手振って終わりになりますので、よろしくお願いします。はい、それではまた、さようなら。